はい、わったんです。今日は、白内障の手術のことについて、お伝えしたいなと思います。僕はこの年でまだ若いのに白内障になりました。なったのが今から2年前ぐらいなんですが、両目手術をしまして、目の、水晶体っていう部分がこう白く濁るんですけど、全員なるんですね。だいたいおじいちゃんおばあちゃんなんてなるんですけど、中にはまれにこう若い人でもなったりとかするんですね。で僕は、その両目手術をしてもらったんですが、実際白内障の手術ってだいたい15分とか早いところなんか5分10分で終わったりするんですけど、僕の場合はちょっと多焦点レンズっていうものを入れたんですね。なので、1時間とかかかったりしました。で、手術後今もうだいぶ経ってるんですけど、どんな感じかっていうとこんな感じです。だいぶこうもう綺麗に、手術直後は本当真っ赤になるぐらいもう血で、真っ赤っか充血した感じで、なってるんですけど、やってよかったなと思います。っていうのはまず多焦点レンズって言って遠くも近くも見れるレンズを入れてもらったんですね。当時先進医療って言って保険で、保険で賄ってくれるんですけど、片目50万円で100万円かかるんですけど、全部保険でやってもらいました。で多焦点レンズなんで遠くも近くも見えて、コンタクトレンズがいらなくなった、メガネがいらなくなったっていうのが良かったなと思います。ただ一点デメリットがあって、普通のレンズよりも見え方が、視力は 1.0 両方あるんですけど、見え方が簡単に言うと画質が自分の目よりも良くないです。自分の本来の目が画質が 4K、8K だとすると、多焦点レンズ、僕が入れてもらった多焦点レンズはなんか 1K とかなんかこう、ブラウン管の後にこうデジタル化されたばっかりの時のなんか 1K とかなんか そのあたりの画質、 8K と 1K の違いみたいな感じです。もちろんレンズにもよるのかなと思うんですけど、でももともと近視だったので、メガネやコンタクトがいらなくなったっていうのが良かったなと思うし、レーザーの近視の治療をやろうと思ってたところなんで、ある意味一石二鳥だったかなと思います。ただ若いうちにやるとこう手術はちょっと大変なのかなというふうに思いました。以上です。ありがとうございました。